うーし、再開していくぜ。さて、少し、レベルを上げまして、筋力敏捷生命、魔法を上げようかなと思ったんだけど、とりあえず行動回数が増えてからでいいかなと思って、とりあえず最初は殴る方向でいいでしょうというところでございます。とりあえず行動回数を3回に増やし、まずどうするかだな。水中移動ってのが、わかってるから大丈夫。水中移動ってのが、どういうか、こことかはいけんの？ちなみに。私たちにはあまり関係ないですけどね。あ、なるほど。ははーん。とりあえず、行動回数を増やしに行こう。橋渡る必要性ねえんだったな、これ。もはや橋を渡る必要性はねえんでやんすな。こりゃ便利。とりあえずここ、サクッと、とりあえず宝だけ回収して、サクサクっとね、これ、ああ、もう、時間がないって言ってんのに、これ。あの宝結局一回も回収してない気がすんな。鍵をもらってからの方がいいのかな？敏捷が若干足りてない？よしよし。これで行動回数プラス1。4回行動。これでだいぶやりやすくはなるはず。回復のフォースも覚えたいんだけど、回復のフォースを覚えるためのお金がまず足りないという事実。悲しき貧血。しばらくはだからこの調子で進んでいかないといかんのだな、これ。んーで、ザッパン、なるほど。こりゃいいね。んーで、ありに行こう。しょっぱないに行こう。ここら辺の敵、やべくねか？いける？あ、割ときつい。割ときついな。なるほど。ちょっと休みたいが。ザッパーン。よーし、来たぞー。話変わってる？変わってなさそうね。さーて、明日の昼にトニーさんが来て。うんふん。これ展開同じだな。前回2日目に来たんだけどね。どうもー。話しに来たぞー。藤国です。いいよ。この世界の外から来た。なるほど。これでとりあえず、何回か話をして、明日もまた来ればいいかな？ありがとう。で、ここに大地の鎧がある。大地の鎧今回回収しなくてもいいかなっていう気がするね。覚えた。で、あと、前回さ、トカゲの砦行った時に、トカゲの砦、お父さんまでやってしまったところがございますので、今回は、死にそう。っていうか死にそう。一回宿屋に泊まった方がいいな、これ。うん、聞かない。聞くしかねえか。はい、カットしまーす。さーって話を聞いて、宿屋に泊まる前にちょっとだけステータス上げるか。敏捷負けてんのが気になんだよな。20ぐらいまで上げて。もう SEXP が全然足りなんだ。鍵ももろって、あーお金がねえんだった。治癒はちなみに、100で覚えられる。覚えとくか。よし、治癒があれば、しばらくはやれるはず。そしたら、これ、意志も多少上げるか。で、一旦一泊しよう。一旦一泊して、さあ、
さあ、しょう。よし、ちょっと回復して。1日目の12時。で、ここのイベントを回収して、主人公の性別による感じだね、これきっとね。ちなみにこれさ、街の中の、あ、街の中のこれザパーンいけんだね。へぇ。わー、なんだなんだなんだ。もう本当に。これリリルにさ、結構水場があったから、いけるとこあるのかな、これ。とりあえず森で、あの女子どもを助ける、どこら辺だったかな？ここら辺だったような気がしたんだろう。いたいた。よーし、助けよう。待て待てい。待て待てい、これ。楽勝やな。藤国と言います。よし。これで助けるフラグが立った。で、1日目にやんなきゃいけないことは、とりあえずこれぐらいかな？この水の中とかなんかあるんかな？あとはこう水の中をこう、お、こことかはなんだ？あ、もういきなりここ来れちゃうんだね。なるほど。封印の神殿いきなり来れちゃうのか。ちょっと水の中探索してみたいな、いろいろ。うわぁ、なんだこいつら。知らねえ相手が出てきた。お金持ってる。ここは一体どこに繋がるんだろうか。あ、もうここか。なるほど。ここ？あ、トカゲの砦か。あ、やべ、もう一日終わっちまう。水場を探すのが、お？What？ なんか変なとこ来たぞ。ここは何山椒？敵の方がはるかに強そう。現状で戦うのは無理じゃないですか？え？マジで言ってます？無理？あ、強っ！え、強っこれ。だが、ゴリ寄せなくはない。金はうまい。なんだここ。レベル上げればゴリ寄せるか？ちょっとアイテムの回復いっぱいあるから。こっちで回復して、ステータスのでレベル上げるか、これ。え、どうしようかな。魔法、もうとりあえず、筋力でゴリ寄す、筋力でゴリ寄す作戦で、どうだ？ 4 回行動だし、素直に魔法のレベル上げた方がいい気がしないでもないが、40、45まで上げたならば、これ、どう？ 50 まで上げたならば、相当やれるのでは？行ってみよう。ここは南山椒。あ、なんか浮いてる、なんか浮いてる。なんだこれ。母なる海の杖。最初に現れし魔王、最初の魔王の力を封じた器なり。力を欲するか？え、ちょっと待って。セーブしてからの方がいいな、これな。他はなんかあるかい？こんだけか、これ。力を上げたことによってなんとかなるようになったな。他は？これだけか。あそこに階段があんな。あそこに階段があるが。あん？いけない？いける、いけそうだが。2体は厳しいな、これ。クリティカルが出れば割となんとかなる。金がめちゃくちゃうめえぞ、ここ。それ一旦回復して。お金がめさんこおいしい。階段がここら辺にある。あそこに行きたい。降りると？あん？不思議な力に弾かれてしまった。なるほど。ちょっと待って、相談してみようか。遺跡の地下にこんなところがあるんですね。
戦いの準備は大丈夫ですか？セーブしてきた方がいいか、これ。左側になんかあるかな？無駄に時間を使ってしまっているのが若干気がかりではある。が、敵が強いからレベル上げには持ってこい。なのでは疑惑。ある。せめて強打とか覚えてきた方がよかったか。600シルバー。めちゃくちゃ金が美味しいぞ、ここ。なんだってんだ、これ。迷わされてるだけで何もなさそうだな、これ。なるほど。繋がってるだけか。一旦外出てセーブして、行ってみる？戦いに挑んでみるか、これ。どうせ全滅してもさ、でも、よう考えたらどうせ全滅しても、いいわけだし、一回ぐらい全滅を経験してみるというのも、まあ、悪くないのではないか？欲しまーす。わーおー。この戦いに勝ち目はなさそう。ほんまに？火炎火炎火炎。攻撃。どっちが効くかな？ 79、72。うわ、厳しいこれ。ウィル使えばなんとかワンチャンいけなくもないが、いやもうウィルもなくなったしな、これ。クリティカルじゃないとそもそもこれダメージが通らない系。あ、そう、積んでるね。積んでるやつだな、これな。なるほど。クリティカルが出ないとダメか。一旦打ち消える。レベル上げには持ってこいの場所だな、ここな、しかし。なるほど。こんなところに変な、こんなものがあるとは知らなんだが。知らなんだが、他に行ける場所。封印の洞窟さ、今行くとどうなるんだろうね。もう一日目も終わろうかというところですが。ババババば。他に水辺で、行けるとこあるかな？リーリルの町の水場が結構あったから、そっちもちょっと試してみようか、これ。こことかさ、雑板。入ったところでなんかあんのか、これ。隠し的なものある？お、なんかあるぞ。こんなとこに財布が落ちてる！ 500 シルバー！やった！なるほどね。そういうイベントがあるということですね。どうしよっかな。封印の鍵。他にいっぱいあるから、封印の鍵。2、3、4、5。5個くらい買って、完全にさ、スケールなのに納金になってるのが、若干気がかりなところではあるが、起きて、サリムの宝を回収しに行こう。間違えたー。サリムの宝、このステータスでいけるかな？もうちょいなんか、あ、魔法、ゴーリキ覚えてくれいいのか。ゴーリキ覚えてくれ。あー、しまっちゃったー。しまっちゃったよ、これ。いけるとこまで行こう。無駄に時間を使ってしまった。あー、不思議な扉。どちらにしろ不思議な扉で、鍵がないといけないやつ。もうこれ。さっきのさ、海底神殿みたいなとこでゴリゴリレベルを上げるというのは悪くない選択肢な気がするが、こっちはどう？こっちも封印の扉あるんだっけ？サリム。こっちはいけるな。あんだけお金が手に入るとわざわざここでお金を稼ぐ必要はないんじゃないかという気がしないでもない。あ、ウィル回復してんな。ワンチャン行ってもいいんじゃねえか。ただクリティカルが出ないとダメなのが結構きついな。太陽の剣を回収してくりゃいいのか。あ、でも不思議な鍵がないとダメだから、どっちにしろか。回収。
お前も回収。あー、ショートブレードがもうかけた。はやっ。うわー、ダメージ半減とか。ショートブレードもう壊れる可能性あるね、これね。この上はさすがに攻撃力増加、これやべえか。いや、もう押せるはず。あっぶねー、ギリギリで。これお金回収して、あとちょいだな。あとちょいって、もう1万貯めて、さっさと翻訳機をさ、回収したいとこなんだよな。ってことはやっぱりあの水のとこでお金貯めるのが一番いいんじゃないか。そんな気にしてきたな。もう1日目終わっちゃうけど、1日目にやりたかったことはとりあえずできてるから。どこだった、こっちだな、ここだな。ここでちょっとお金貯めよう。全然戦闘できてないけど2日目になっちゃったな。ちょっと待って、2日目になったならばまた占いのウリューのところに行った方がいいな。シューッとウリューのとこまで行くぞ。ちょっと待って、水辺から行かないといけない。むしろこいつらの方が強いまである。痛い痛い。経験値は溜まっていってるけど、魔法で攻めた方がいいのかな。クリティカルしか効かないことを鑑みるに、その可能性はまあある。まあまあある。この状況下で封印の神殿に行くとどうなるんだろうか。よーし。おいっすー。とりあえず、2日目。うん。予言できない理由。前回もこっち来たかな。うん、この話も前回聞いたね。よし、お守りを作ってる。 OK。 で、明日も来る。で、ちょっと待って、お金があるから、よう考えたらあれだ、薬を先にやって月の聖剣を取りに行くというのは悪くない選択肢な気がしてきた。すまんかった、一番最初にそれに気づくべきだった。いや、忙しい忙しいぞ本当に。これとりあえず薬買って、薬買います。んで、急いで戻って、天意使った方が良かったか。天意使った方が早かったか、これ。もしやして。で、薬をあげますよと。あ、また、そうか。二日目だから。取り行ってる。なるほど。あ、石寺さんここにいるね。前回も見たね、これ。一周目で見たね、この展開。なるほどね。大賢者サリン。また森。おい、どこに行ったんや、お前。どこに行ったん、いた。ジャス。はい。これでフラグ立ちました。戻ったかな？お家帰ったか？来てる。薬渡す。よしよし。今渡したでしょ、薬。とりあえず、これで、あと1回か2回多分薬渡せばいける。で、不思議。お金稼ぎたいが、石レベルを上げて波動とか使っていった方がいいのか。武器が欠けそうなんだな。ちょっと修理してもらうか、これ。195。まあ、とりあえず直してもらうか。忙しい。
いっそ2日目でやりたいことも特別ないが、2日目はもう砦を落としに行っていいんだな、多分。このステータスならば落とせるじゃろ。一応話しとくか、さっき話したっけ。頑張ろうな。微妙に減ってるけど、ゴリ寄せると信じたい。よーし、かかってこいやー。相談。うん、まあワンパンなんですけどね。お疲れちゃんでした。よしよし、サクッと攻略していこうぜ。どうも、人間です。ワンパンなんですな。筋力上げて物理で殴る。ただ今回はちゃんとね、魔法は使っていこうと思ってますよ、私。さすがにね。あ、いないね、ちゃんと。父上が帰ってくるまであと5日か。よしよし、これで父上を殺さずに済みそうだ。 OK OK。 よーし、かかってこいやー。お疲れさんでした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 。お金が美味しい。どうも、私です。うん、前回は一緒にさ倒した仲じゃないですか。この相手と戦ってもあまり経験値は入らないでしょうね。お疲れ様です。次に会った時はお前を撃つ、覚えていろ。よーし、鍵手に入れて、ということで宝の回収。ロングブレイドあったんだっけ。直してもらう必要なかったな、これ。どっかにロングブレイドがあった。あった。よし、これ装備して、んーで、宝の回収をここは開けて、宝の回収を全体的に行いたいところ、あそこだね。こことかなんもないよね。なんもない。試練の腕は癒しの水。まだ人が残ってるんだが。どうも。むしゃむしゃ。ん？口封じじゃ確保しろ。逃走。前回こんなやつ残ってたかな。お前は殺さずに、殺さずに置いてやるわ。で、あ、夜になっちゃった。エイジスのおっさん助けて、おっさん、おっさん、行くぞ。よしよし。これで、二つイベント OK。で、明日もう一回薬買って、あ、魔法屋が開いてんな。でも、ちょっと今、まずお金貯めて、動物翻訳機買いたいんだな。買う必要ないかもしれんが。うん。あ、全部やる。歯持ってけ持ってけだ。不思議な鍵。やった！不思議な鍵、二日目。ここで一個手に入るのか。っていうことは、太陽の剣手に入るぞ。とりあえず持っていく。重いんだよな。一旦いいか。とりあえず、テーブル持ってっか。おー、ノー！テーブル持って、あと太陽の、これで太陽の剣確保できるぞ。というところで、今回は一旦この辺にしよっか。
まだ寝れる？一旦回復して起きて、で不思議な鍵一個手に入ったから、これで太陽の剣を手に入れてさっきのやべえやつを倒しに行く、そういう方向性で今回はこの辺にしておきましょうか。また次のパートでお会いしましょう。またね。